人民公園は中国の上海の中心、江北にある公園。ここは市中随一のショッピング街である南京路の南、人民広場の北にあたる。かつての上海競馬場の北半分にあたり、1952年に開園した。有名な美術館やショッピング街が近くにあることから、この公園は市内でも有数の観光スポットとなっている。 かつての上海レースクラブの建物、遊歩道この公園は、1862年に設立されたかつての上海レースクラブの敷地に作られた。そこは、東アジアでも屈指の競馬場であり、賭け競馬によって中国人と英国人に親しまれていた。1933年に建てられたレースクラブの建物は、上海の下町のランドマークになっている。 競馬場の旗竿は英国と米国の軍勢に露飼された中国の軍艦のマストから作られたものであり中国人にとって大きな地辱とみなされていた1949年10月1日に中華人民共和国が建国されるとその旗竿には新しい中国国旗が掲げられた新しい人民政府は競馬と賭けを禁止し1952年に 競馬場の北半分を人民公園、南半分を人民広場とした。1986年から87年にかけての冬、この公園を中心にして学生による大規模な講義集会が開かれた。何万人という参加者が公園に集い、ワイタンに向かって行進した。彼らは当時上海市長だった江沢民と面会し、 民主化と抜本的な政治改革を求めた。その2年後、1989年の天安門事件の際には何万人もの群衆が再度この人民公園とワイタンに集まり、北京での抗議活動との連帯を示した。1990年代にこの一帯に大きな変化があった。上海市政府の庁舎が旧香港上海銀行上海支店ビルからこの 人民公園の南側に移転し、上海博物館、上海大劇院、上海常識が展示館も同じく南側に建てられた。この公園には、上海美術館と上海東大芸術館という2つの美術館とバルバロッサというカフェバーがある、大きな池、その他に遊園地などいくつかの施設がある。また、公園の周りには、 国際飯店や民店現など多くの高層ビルがある。この公園の婚活マーケットは2004年に始まったもので、毎週末になると結婚相手を募集する多くの張り紙が公園の一角に出されている。人民公園は上海軌道交通の1号線、2号線、8号線の人民広場駅から行くことができる。ありがとうございます。